七仏寺は、香川県善通寺市吉原町にある、万外霊城の七仏津薬師堂である。万太羅寺の西北西、鳥坂の登録にある大池のあぜにある。伝承によれば、空海が、五国宝城と人々の薬病からの救済を祈って七体の、薬師如来の石仏を刻んだことに始まると言われる。王子は、伊王山七仏寺という大寺があり賑わっていたが、 中世に陛下により消防したと伝えられている。現在の仏道は、江戸時代後期の文化3年混流である。江戸時代前期の女王年間、池の改修で石仏を使おうとした現場監督が重病となり、治癒した後に出家したという伝承がある。また、江戸時代に池の包みの修復を担った昭屋の片山、ゴンザエモンが自分の馬を人柱にしたという日はにちなみ、 ここで祈ると、母乳の出が良くなるということから、乳薬師とも呼ばれている。道内には乳房をかたどったものが祀られている。道路脇には、西行の下避と工房大指定へとされる松があった、赤市の古幻松の石碑がある。なお、東仏道の農協は、マンダラ寺で受け付けている。大地蔵、鳥坂の大地蔵とは、大池の当時の対岸にあたる、上池の堤防の北住み、 県路道沿いに立つ地蔵菩薩像。造高3メートル、総高4.9メートル、い谷谷寺に奉納しようと運ばれる途中、大きすぎるため断念、ここに建てたと言われる。ありがとうございます。